はい、こんにちは、みつくんです。今日はですね、ちょっと踏切シリーズ行っちゃおうかなと思っております。ということでね、はい、また伊勢中川の駅にいるんですけど、今日ね、ちょっと雨模様なんですよね。はい、で、三重県はこの後ずっと雨降るという予報なんで、ちょっとあんまりよろしくないかなと思いまして、ちょっと三重県から脱出して、関西の方はね、なんか昼間は雨降ってないらしいんで、ちょっとね、それ期待してね、行きたいと思います。はい、ということで早速行ってみましょう。よろしくお願いします。ということで、今日はね、踏切なんですけど、南大阪線とかね、吉野線の踏切のネタがね、動画で尽きたんで、ちょっと作りに行きます。ということで、今回は吉野線かな、行ってみましょう。まあ、いっぱいね、踏切あるんで、よろしくお願いします。今日はですね、土曜日なんですけど、いつも8時17分発の上本町行き特急なんですけどね、これ名古屋行き特急がアーバンライナーですわ。素晴らしい。あ、来た来た、しまった、1号車を取っちゃったから一番後ろだな。よかった。いつもこれ後ろビスタカーなんですよね。すでに来てますね。お忘れ物のないようご注意ください。2番運搬に到着のドアが閉まります。さあ、ということで橿原神宮前に到着しましたが、人がめちゃくちゃ多い。さすが土曜日、まだ初詣行かれる方もね、いらっしゃると思うんですけど、多いです。吉野線もまあまあ多いんかな。Thank you.
さあということで、近鉄吉野線、吉野線のね一丁駅に来ましたということでね、一丁駅になります。でここからね踏切を目指していくんですけど、坪坂山方面、こっちの方面にちょっとね戻って行って、攻めていきたいと思います。ということで一応の駅2回目なんですけど、イメージ的にはね風鈴っていうイメージなんですけどね、一応の出口に風鈴ありみたいなね、ところすごいそういうイメージがありますということで、まあとりあえず行ってみましょう。いいっすね、この曲線、この曲線めっちゃいいよ。なんだこれ、傾いてる石切り仕様ですね。さあ出口に出るわけなんですか。これも前もそうだったと思うんですけどね、これガンガン開いてるじゃないですか。これダメですね。はい、切符入れてくださいって書いてる。ここから出たら、まあ、車椅子の人だけね。はい、あレール温度計もありますね。はい、やっぱりね冬場なんでね、待合室も座布団、これね座布団ねありがたいですね。あ猫ちゃんの可愛い、猫ちゃんの可愛いちいかまや、ちいかま、ちいかま、ちいすけ、ちいかまね、はい、エアコンもね養生テープめっちゃ貼ってますけど、ビーバーエアコンです。まあ一応タッチしとく、タッチ一応タッチしとく、ピピッはい、すいません。そう前ね夏場来た時ここに風鈴があったんですけど、さすがに風鈴ないっすね。はい、ちょっと残骸はありますか、若干の残骸はありますね。なんかこれがね回ってねまた綺麗だったんですよね。はい、またこう今年の夏もやるんでしょうかね、楽しみです。さあ一丁駅の裏に回ってまいりました。こっちからちょっと攻めていきますか。はい、っていうか雨降ってきた、やばやばやば、雨降ってきた踏切はねでもね見えてるんですよね。見えてるんやったらもうせっかくやからねもう行きたいよね見えてるっていう踏切ってことはあんま大したことないかな。ということですいません、あの軽いネタにさせてくださいまだ修行が足りません僕にはそろそろ桜ライナーが来ると思うんやけどな、こういうなん撮るからね雨に打たれるんですよ。桜ライナーが多分来るはずですよ、もうすぐ。すごいな、これで。いや非常にのどかなところを歩いてます。一尾の周りを歩くなんて初めてですからね。一回ね車では来たことあるんですけどね。さあ怪しげな道に入ってまいりましたが、まあこういうところなんでしょうね。アスファルトじゃなくなってきましたね。こっちだろうな、そこに踏切が1個あるんですよね。なんか鹿の糞の匂いがする気のせいかな。よいしょ
んなところに私があるけど、こんなところ誰が通るのかな。ねえ、さあ見えてきました。あ、でもここはまあ普通っちゃ普通なのかな。まあね、あの田んぼがあるんで、田んぼする人のね道としてこう行き来できる、これいいですね。はい、ということで坪坂山、ちょっとはげてます、坪坂山第6号踏切になりますね。はい、こんな感じになっておりますね。なんかいいですね、居心地は悪くないですね。はい、こう坪坂山第6号踏切となっております。でこれを先に進むと、なんだこりゃこれマジでどこ行くの。踏切シリーズね、やっぱり踏切ってなかなか下調べしないんでドキドキなんですよどこ行くのみたいな、なんだこりゃ。なんか工場へつながってますけど、非常になんかこじんまりとした工場ですね。すごいな、なんだこれ。すごい、なんか交番に出てきましたね。なんかすごいな、ご立派なお寺がありますね。こういうところがいいですね。一応ですからね、一応すごいよね。わあ、すげえなこれ。これなんていうお寺な、これ浄土宗和尊寺っていうのかな。これすごいっすよね、これ。いや、素晴らしい。さあ、そして、お墓があります。お墓。またお墓、お墓系ですか、これ。さあ、さっきのお墓がね、そこにあったんですけど、ここにちょっとね、小さい道があるんですよ。で、ここを進むとね、なんか、踏切の音色が今鳴ってるんですけど、ちょっと行ってみますか。お、これもしかして第三種じゃないの。あれ、第三種ですよね。大和田の駅にも、大和田にもありましたが、ちょ、下が歩きにくいんですよね、非常に。ってなんだこれ、こんなとこ通る人おんのかな。なんかトトロの世界みたい。うわー、すげえ、なんだこりゃこれ、まあでもな、若干通ってる人はいるのかな。はい、ということでこれがね、書いてない坪坂山第5号踏切ですね。はい、坪坂山第5号踏切になります。あ、今一応の駅に電車止まってますね。吉野駅急行ですかね。
すごいよこれ。なんだこりゃ。はあ、もうこれ。いや素晴らしい。こういうところ。これどこ行くんやろマジで。ちょっと追いかけてみようか。はい、そんな感じになっております。はい、ということでね、坪坂山第5号踏切ということで、障害物検知もないですし、遮断機もありません。なんで第3種踏切になりますね。はい、ただ音はね普通だったんで、まあまあかなっていう感じですね。さあ、この先どこつながるのこれ。これ歩かなあかん。いや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 、まあ、ちょっと歩いてみますか。よいしょよいしょ。クマとか出たらどうしよう。人が使ってるのかな。なんか怖いっすねこれ。なんか何これ。なんかゲロゲロ言ってる。帰るかな。でもなんか歩きやすい場所には出てきましたね。通るこれ。まあもちろんね、車とかは通れないとは思うんですが、あ、なんかあるぞ。うわ、これしませんでも見たぞこれ。これ罠やん罠。しかも結構綺麗っすよ。結構綺麗な罠。もう絶対罠やん。こんなイノシシかなんか餌も巻いてるし、これはでも今現在でも使われてるような柵っぽいですね。そんな感じですね。はあ、罠か。すげえな。設置するのも大変だったでしょうね。ということはですね、まあ、この辺野生のイノシシかなんかが出るんでしょうね。はい、まあ、田んぼがありますからね、やっぱり田んぼを食い散らかすっていうのもありそうなんですけど、道が出てきましたね。やった。電車間に合うかな。電車乗りたいんですけど私。まあでもこれはまだ良かったかなという感じですね。まあすごいとこ歩きましたけど、もう見てこれ、今日雨降ってるからもうびっちょびちょ、これびっちょびちょ。まあ中は染みてないですけど、はい、そんな感じで、よいしょ。まあまあまあよかったです。あ、無事出てきましたね。ああその電車乗りたかったのに。ちょっと待って、その電車乗りたかったんですけど。くぅくぅ、つらぽよよ、つらぽよ。つらぽよです。はい、ということで
坪坂山第5号踏切と6号踏切行ってまいりましたが、まあ、こんな感じですか。多分ね、坪坂山と一応の間の踏切って多分ここの2つが結構ね、まあ、強烈な踏切だと思いますのでね、あの興味ある方はねぜひ来てみて、なんかねでもね隣のトトロの世界をね拝めるようなイメージですね。なんかそういうところなんですけど、もしよかったらお越しください。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。のどかだ、一応めっちゃのどか、ありがとうございました。